おはようございます、関純子です。お布団から出るのつらいですね。今朝のお目覚めいかがですか。冬の寒さにも負けずにゴーゴー。しっかり屈伸します。はい、手はグッパです。肘を伸ばして大きく円円描きましょう。はい、手のひら前ですよ。さあ元気よく手を振って、はい、斜めです。手のひら上ですよ。軽くひねります。脱力です。ブラブラです。みんなで一緒に、はい、ゴーゴーダンス楽しく。ゴー、はい、しっかり膝の屈伸をします。 V ステップです。開いて閉じて反対方向。はい、斜めに突き出しますよ。その手で肩叩きましょう。はい、手のひら柔らかく。はい、腰振って。まだまだいけるぞ。はい、斜めに手のひら上ですよ。肩甲骨意識しましょう。股関節柔らかくしましょう。上下に振りますよ。ゴー、教えて岡安式発声トレーニング。今回はライフスポーツ KTV で野村健一郎インストラクターと一緒に考えたトレーニングを紹介してもらいます。はい、よろしくお願いします、はい、大きな声を出しますとね、はい、内臓が動いて気分も晴れて元気になりますよね。そうですね、はい、ということで腹式呼吸で発声しましょう。はい、はい、せっちゃん、まずは鼻から息を吸って、鼻からお腹を膨らまして、はい、お腹をへこませながら、OK です。なんか内臓が動いて、はい、しっかりとお腹が動きましたの で、 でお腹も空いてきました、はい、そうなんです。実は浅い呼吸で発生するよりも深い呼吸の方が内臓が動くんですね、はい、ではもう一回やりましょう、はい、せーの、